ストライクショット。こんにちは、エクストラクナナイトウェブカケとゆきのしんです。はい、というわけで今回はこちら、アラジンの重心化回でございます。来ました、嬉しい。いや、またイケメン度合いが増しましたね。めちゃめちゃかっこいい。素敵。では早速、はい、ステータス見ていきましょう。はい、ということでステータスこちらとなっております。はい、反射&ゲージの超バランス型、うん、アビリティがマインスイーパー、超レーザーストップ、ゲージでアンチワープ、はい、コネクトスキルが超アンチダメージウォール闇属性耐性、うんうんうん、こちらの発動条件が自身と種族が異なるキャラが2体以上、うんうんうん、または合計ラック100以上、うん、友情コンボがメインでサイドダブルエナジーサークル L、 サブでツイン反射レーザー EL4、はい、ストライクショットがスピードとパワーがアップ&反撃モードになる、うん、こちらが1段階目8ターン、2段階目が16ターンとなっております。なるほど。いや、これなんかさらっと書いてあるけど、うん、マインスイーパーにアンチワープに、うん、超アンチダメージボールコネクトスキルで、はい、これなんか普通にすごくない？初ですよね、多分ね。そう、あの飛行は多分いたと思うんですよ、うん、そうですよね。飛行じゃなくマインスイーパーっていうのが、うん、なかなかにこう、なんて言うんだろう、マインのステージとかになるとめちゃめちゃありがたいですよね。活躍の幅が結構な広がりを持つ感じしますし、まあ、超レーザーストップで回復とかもできますしね、うん、ありがたい。なんかいろんな使い方ありそうですし、あと、はい、コネクトスキルの、ね、発動条件としても、うん、割と発動しやすい。そうですね、運極連れて行ったりとか、うん、あとは種族が異なるなんでね、うん、聖騎士なので、だからアジンとか連れて行くこともできますし、まあいろいろと幅がありそうな感じしますが、はいはい、今回なんですが、近畿の15の極、そして25の極で、さらにあの道明寺あんこでも見ていきたいと思います。はい、それではちょっと友情、結構雑魚処理とかには向いてますが、うんうん、ボスへの火力も見ていきたいと思います。はい、えい、あんまり入ってましたね。そうですね、まあ、自身の流れも結構ありますが、うん、まあでもいい威力は出ますね、うん、はい、それではちょっと2体に当たりたいと思います、うん、お願いします。おお、友情的、わあ、雑魚処理がかなり優秀ですし、こう重なっていくとやっぱいい威力出ますね、うんうんうん、ボスにもね。ですね、うん。はい、それではちょっと横貫して、もう完全にガシャガシャっとボスに、と、もうほ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 う、一体分でも、うん、うんうんうん、いいダメージですね、うん。はい、それではストライクショット打っていきたいと思います。はい、8ターンで打てるので、ちょっとローグダウンしてますが、はい。ランプの魔人よ、今こそ示せ。これが世界の希望となる力だ。いや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 、すんなりですよね。いや、何ってスピードとパワーがアップで反撃モードなので、もともと結構高捨てなので、そうですよね。いや、なかなかにいい威力出してくれますね。行かなくても全然削っていけたら、全然削れるんで素晴らしい。はい、それではストライクショット2段階目打っていきたいと思います。はい、これ2段階目ともなるとね、威力が、ランプの魔人よ、今こそ示せ。これが世界の希望となる力だ。これは素敵、いいですね、うん、かなりいい威力が出ますね。やっぱ2段階目ともなるとスピード感といい、早い。でそしてね、このカウンターモード、これがね、またいい味を出してくれると思うので、ちょっと見ていきますか。はい、さあ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 、回復、このね、カウンターモードのおかげで、なんていうんですかね、こうハスとかこういうカウンターのやつとかいると、うんうんうん、割と毎回、なんやったら毎ターンぐらいの勢いで回復とかを出してくれたりするので、うんうん、いいですね。カウンターとかはやっぱこういう活躍もしますね。ありがたい、ありがたい。はい、それでは SS2 段階目打っていきたいと思います、はい、これもちょっと超アンダメなので、こんな感じで、どうでしょう。ランプの魔人よ、今こそ示せ。これが世界の希望となる力だ。ちょっと最後の方外れましたが、でも、いや、でもですよ、かなり威力っていうか、スピード感も半端ないね。止まんないですね。ね、かなり走ってくれるので、うん、まあ、何って自走系の SS は
なんて言うんだろう、こう難易度の高いやつに刺さっていくので、うんうん、やっぱいいですね。相性めちゃめちゃいいですね。いいですね、うん、はい、それではちょっとストライクショット1段階目なんですが打っていきたいと思います、はい、打っていきましょう、うん、バンバン打っていこう。ちょっと見たいシーンもあるし、ランジャーの魔人よ、今こそ示せ、これが世界の希望となる力だ。さあ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 、攻撃してくんろって感じだな。そうですね、ここに、うん、ここからですから、ここからですよ。はい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 、楽しい。どんどんね、どんどん出ちゃうんだから、ね、そうですよ。じゃあ僕も行きます。はい、えい、ランプの魔人よ、今こそ示せ、これが世界の希望となる力だ。殴りがやっぱ強いな。すごいな。全然友情もさることながら、うん、やっぱ殴りの使い方がえぐいな、すごい、うん、強気が、反撃がなんかちょっとおまけ感もあるぐらいの。確かに、うん、いやもう行っちゃいますね。私もお願いします。失礼いたします、はい、ランプの魔人よ、今こそ示せ、これが世界の希望となる力だ。みんな反撃ですよ。方からも、はい、もう攻撃してくんろ、誰にでもいいよ。どうぞどうぞ、みんなに来てよ。どうぞ。はい、ありがとうございます。はい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 、タコ処理もね、しっかりすごい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 ことだった。タコいなくなったもんだって。いや、これがやっぱ楽しいね。反撃の楽しさありますね。なんちゅう楽しさ。すごいな。いやいや、もう自身の殴りも全然強いですけど、これでまた攻撃来ないのかい。いいよいいよ、来なくてもいいよ。そんな隙を見せてくれたらもうこっちは殴るだけだもんね。もう、そうそうそう、ああ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい、はい、というようなストライクショットと友情コンボでございました。はい、というわけでアラジンの重心化回使ってきました。いや、殴りの威力もすごいですし、いやね、 SS 楽しかったし、いや本当すごい、もともとがかなり高水準なステータス、うんうん、はい、なのでもうほんといろんなとこ行けるので。そうですよね、マインのステージが行けるのはでかい気がするな。ありがたいですね。飛行じゃなく、しかも、うん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 、いやもうぜひ皆さん重心が回いたしましたらこれで遊んでいただければと思います、はい、ではバイバイ。 バイバイ。何ですか川家さん、急に呼び出して。え、何ですかその格好。今週のモンスターニュースで発表したでしょ、ラーメン始めます。え、さあ君たちも着替えるんだ、これに早く着替えて。ほら早く。